アメリカ合衆国アラバマ州、フェルデンブルグ出身のバスケットボール選手。身長198センチメートル、体重93キログラム。ポジションは、スモールフォワード。NBA のアトランタホークス、ユタジャズで活躍したが、薬物乱用問題に足を取られ、キャリアの最後 NBA からの永久追放という形で迎えた。JF シールズ高校。 ガードナーウェブ大学を経て、1974年の NBA ドラフトで全体25位指名を受けてアトランタホークスに入団。ドラフト時の評価は決して高くなかったが、1年目から即戦力として活躍し、1974から75シーズンは平均18.5得点10.7リバウンド、リーグ1位となる。 オフェンスリバウンド通算357本の成績を残してオールルーキーファーストチームに選出される。2年目の1975から76シーズンには平均21.6得点を上げ、ルーハドソンに代わってホークスのエースに昇格しオールスターにも選ばれた。1976から77シーズンにはキャリア杯となる 平均24.2得点を記録。一時低迷していたホークスも、ドリューの活躍で1977から78シーズンには5年ぶりにプレイオフに復帰し、1979から80シーズンには50勝に到達した。ドリューはホークスのエースとして、コート上では素晴らしい活躍を見せていたが、裏ではコカイン中毒という問題を抱えていた。 1982から83シーズン前には、新人ドミニク・ウィルキンスとの交換で、ユタ・ジャズにトレードされるが、ドリューはオフにリハビリ施設に入っており、開幕には間に合わず38試合を欠場した。リハビリを終えて、コートに戻ってきたドリューは、健康的なバスケットボール選手に戻っているように見えた。成績も平均21.2得点と上々で、 翌1983から84シーズンは81試合に出場し、見事にカムバック賞を受賞するが、1985年に、再び薬物乱用が発覚。デビッド・スターンがリーグコミッショナーに就任したばかりで、リーグが薬物問題に対して厳しい態度で臨み始めた頃であり、ドリューはリーグから永久追放処分を受ける羽目となった。ドリューは、 薬物問題により永久追放された初めての NBA 選手となった。追放後はヒューストンに移り、タクシー運転手をしている。ありがとうございます。